神様見習い秘密のココタマ、ココタマ大図鑑、本の神様おしゃき。私は本の神、シャキシャキしゃべり主の味方、おしゃきと呼んでください。本の形の尻尾が素敵でしょう。私は四つ葉家の皆さんが大切にしている百科事典から生まれたのです。だからとっても物知りなんです。わからないことがあったら何でも私に聞いてください。解説おしゃき塾。初夢とはその年がどんな年になるかを占うとされている夢のことです。何かわからないことがあったときは、わかりやすく解説してあげているのです。時にはこんな役割も。そして審査委員長はこの方なの。審査委員長のおしゃきでございます。ラキ様とゲラチョの対決ではよく審査委員長を担当します。どんなくだらない対決であろうとも真剣に審査しております。私は曲がったこと、だらしないことが許せません。ここ、いつからお掃除してないんです？毎日してるぞ。これでですか？ちゃんとしたお掃除をきっちりきっかりやりましょう。ところがこの時ちょっとした問題が。でもさっきからこの黒いのが取れないんだ。こんな時は私の魔法の出番。私の魔法はとってもいいアイディアがひらめく魔法なんです。ココンポイポイココタマ、シャキシャキおシャキがシャッキリキリリ、ひらめきました。シャッキリおシャキのひらめきおシャキ塾。こういう時にはオレンジの皮が有効なのです。オレンジの皮にはマジックなどの油分を溶かす効果があるのです。そんな私が住んでいるのはココタマハウスの2階。おしゃき、ちょっとお願いなの。どうしました？さっきとっても素敵な歌を思いついたなの。でも忘れちゃったなの。ちょっとアドバイスしてほしいわ。どうしますと？ねえ、どっちが似合うと思う？皆さんが私の部屋を通るたび、あれこれ用事を頼んでくるので、ゆっくり読書をする時間もありません。でも、皆さんとお話しできるこのお部屋、私、とっても気に入っているんです。本の神様、おしゃき、覚えてくれたら嬉しい限りです。物にはみんな魂があって、大切にしていると見習い神様ココタマが生まれるの。見習いだからまだまだハラハラしちゃうこともあるけれど、ココタマたちとの生活は時々ワクワクがいっぱいなんだ。神様見習い秘密のココタマ、テレビ東京系で毎週木曜夕方5時55分から好評放送中。絶対見